お疲れ様です。全国6000万の暗号通貨ファン、そしてバ犬ファンの皆様、こんばんは。改めまして、そっか、じェルコです。今日の暗号通貨ニュースなんですけども、この仮想通貨ね、バこれを買うと、どのぐらいのバ、まあ、がいただけるのか。今回は、1円で700バぐらいが、まあ今ね、時価でゲットできるということなんで、1万円をね、仮に買った場合はどうなるかってことなんですけども、ここに書いてます通りね、 黄色で帯をしてますけども1万円だと700万芝買えるわけですよね700万ですかねなんかちょっとリッチになった気持ちがしますよね実際にはこれがですね1月の17日時点での価格なんですけども1万円をビットポイントに送って芝を購入する手数料やら何やらかんやらでこのようになります669万1201芝が 9498円でゲットできるってことになりますので、まあ1万円でね、なんか、ね、700万円分ぐらいの芝がもらえるんだったら、ちょっとね、気持ちリッチですよね。でも気持ちばかりじゃなくて、実際に本当のリッチになれる可能性もあるんですよ。ちょっとこちらの方をご覧いただきたいんですけども、いかがでしょうか。えー、Google の AI チャットシステムバードにね、私がこういう質問しました。仮想通貨芝は100倍に値上がりしますかと。ね。今日の1万円が、 100万円になったらいいですよね。うん。まあ、本当はね、1000万とか1億になってほしいんですけども。まあでも100万円でもなかなか期待が持てるじゃないですか。で、結論から言うとっていうくだりで返信が来てます。100倍の値上がりは可能性としてありますが確実ではありません。それは当たり前ですよね。はい。えー、芝は2021年に約50万倍の値上がりを果たした話題の仮想通貨です。そうなんですよね。しかしその背景には、ミームコインへの注目の高まりや、 イーロン・マスク氏などの有名人著名人のツイートなどによる、えー、あ為替操作、相場操作か相場操作などさまざまな要因が考えられます2022年は、えー、米金利上昇やウクライナ情勢などの影響で仮想通貨全体の価格が下落傾向となりましたシバ芝も例外ではなく2022年の年初来で約80%の下落となりましたドーンと上がってパーッと落ちたわけですよね しかし、2023年に入り、米金利上昇の鈍化や、イロンマスク氏による、シワの購入表明などの影響で、また仮想通貨市場が回復傾向となりました。そう。シワのね、購入の表明をイロンマスク氏がしたんですよ。だからね、イロンマスク氏さんね、イロンマスクさんは、シワについては、ちょっと頭の中に入ってるんで、これからもね、何らかのツイートするかもしれないですよ。そのたんびに価格がバンと上がったり、サッと上がったりするんで、このゲーム感覚、 そこにね、目をつけた方は、芝を仕込んどいてもいいんじゃないかなっていうところですね。で、えー、芝もその流れに乗って、2023年1月時点では、年初来で約300%の上昇となっています。ということですよね。はい。今後、芝が100倍に値上がりするためには、以下の条件を満たす必要があります。これですよ、注目は。仮想通貨市場全体の成長。これは大いにありえますよね。まあ、成長しかないと言ってもいいでしょう。はい。次。芝の認知度や利用者の増加。 これは私たちができることです。例えば、今回私がね、動画を上げてるじゃないですか。なんで動画を上げてるかっていうと、芝っていう仮想通貨は知らない方に知っていただくためなんですよ。あとは、私が購入したよってことと、1万円で700万芝が買えるよってことで、もしかしたらね、あ、じゃあ自分もっていうふうに購入動機をね、起こす方がいるかもしれないじゃないですか。認知度を広めるためです。でも、繰り返し申し上げますけども、芝には何かね、ユースケースがあるかってと、別にないんですよ。芝は何のために作られたのか、本当ジョークのコインですから。だから中身がないんですよね。 中身がないんですけども、今、コインマーケットキャップ上20位以内に入ってるじゃないですか。だから有名コインなんですよ。だからその有名コインに何らかのユース機能をね、持たせる人がこれから出てきて、シワを改変する必要があ,あるかもしれないです。そうなった時にまたドカーンと上がりますよね。なんだったらシワを実際に使える仮想通貨にしませんかみたいなプロジェクトを起こしてもいいかもしれないです。そのプロジェクトをクラウドファンディングで起こして技術者を採用するみたいなね。まあそんな企画を立ち上げるのも面白いんじゃないかなと思います。 これ私がやりましょうかね。やってもいいな、これはね。ちょっと考えてきましょう。はい。えー、3つ目です。そのユースケースですよね。シバのユースケースの拡大ってのが見込めれば、芝が値上がりするってことですよね。まあ大体仮想通貨に限らず、どんな事業もプロジェクトも、この3つが重なれば、その価値を高めるっていうことですよね。で、仮想通貨市場は急速に成長しています。また芝は日本をはじめとする世界中で多くの人に認知されています。さらに芝は、 えー、NFT や d e f i イなどの分野で利用される可能性が期待されてます。そう。今のところね、ジョークコインで無色透明なんで、どっちの方向に引っ張っていくかっていうのは、これからなんですよね。大いに可能性があると思いませんかやっぱりね、何かプロジェクトを立ち上げるときも、知名度があるプロジェクトを、あ、知名度があるものに対してプロジェクトを乗っけた方が成功の確率高まりますから、そういうアナウンスをしていくことによって、もしかしたらね、本当にね、エンジニアさんが芝使って何かやろうかっていうふうになるかもしれません。例えば日本でしたら、 被災地救援のための芝活動みたいな感じで、芝っていうものに皆さんでお金を集めて、それを被災地に送ろうみたいなね。そんなこともあるかもしれないですよね。はい。これらの条件が満たされれば、芝の100倍の値上がりは不可能でありません。しかし仮想通貨市場は非常に流動性が高いため予測が難しいという側面もあります。これは本当に大いにそうなんですよ。流動性が本当に激しくってね、もうアップダウン、ギ、ま、ッ、あ、たンバッタンしますんで、確実な予想っていうのはできませんし、するべきではありません。だから半分ね、冗談みたいなものと思ってやった方がいいと思います。 で、そのため芝居の投資を検討する場合は、十分なリスクを確認した上で行う必要があります。はい。私のお金の感覚なんですけども、1万円で仮想通貨を投資して、100万円になることを期待しました。でもそうならずに、1万円がパーになりました。このリスクって、絶望的ですかねいや、私ね、10万でも投資してもいいかなと思うくらいですね。100万はさすがに嫌です。<laughs> ですんで、とりあえず1万円ということにさせていただきました。 さあ、そして最後に、ユースケースの拡大とは何ですかってことをね、お話して、ちょっと締めていこうと思います。ちょっと文章長いんで言いますけども、ユースケースってのは要するにね、あの、ある技術やサービスが新たな用途や領域で使えるようになることを意味しますということなんで、芝のユースケースって今のところね、特にこれってのがないんですよね。だからそこに、芝にはこういうユースケースをね、これから持たしていこうかなっていうふうな方向性が生まれたり、すでに生まれてるかもしれませんけども、それを、あの、広めて拡散する人がいれば、この芝の、 寝上ががりっていいうのは十分可能性があるんじゃないかなかと思うんですよね、はい、あの私の好きなね体の絵だっていうのもその制作責任者のチャールズ・ホスキンソンさんが自分でね自らツイッターで何、えー、か言ったりとかねブログを書いたりとかねでライブ放送を YouTube 通じてやってみたりとかものすごく積極的に活動されてるわけですよそれから世界中を回っていろんな機関ですとか政府に掛け合って、えー、この体のねもっともっと応援していこうみたいなことも自らやってますからね、まあ、だからすごく信用性が高くって これれかからもも期待されるののなのかなと思いますそれに倣ってこの芝もね最初は冗談で始まったんだけども一ょ本気でやっかみたいな流れになってくると期待が持てるんじゃないかなと思います。それでは今回は以上ですお疲れ様です。